那个月辉吗？我们是冒险家协会派来的。哦，幸会幸会，确实是我发布的委托。嗯，这位看起来好像有点眼熟，是很有名的冒险家吗？这样啊，好吧，先自我介绍一下，我是前不久才拿到岑岩巨渊开采许可的矿工，手下有一些跟着我的兄弟。居然可以拿到岑岩巨渊的开采许可？嗯，玉京台那边终于也开窍了，在千岩军的保护下，开始准许一些仅限于浅表范围的矿物开采，我们还是第一批。可最近发生了一些事情，矿工兄弟们都有些人心惶惶。发生了什么事？我们好像没听说过。嗯，这件事说大不大，说小不小，只是有些诡异。有个兄弟在休息的时候忽然注意到几个丘丘人神情恍惚地路过，而且这些丘丘人看都没看他一眼，只是径直朝着岑岩巨渊深处去了。于是那个兄弟刻意留心观察了一段时日，发现时不时便会有类似的情况发生。丘丘人难道也有好奇心吗？会不会只是来这边转转？不，诡异的地方在于他发现来到岑岩巨渊的丘丘人们从来都是只进不出的，那些丘丘人的行迹永远都是单向的，进去之后就再也没有出来。这段时间类似的情况愈发频繁，那些丘丘人的目标究竟是什么？他们后来怎么样了？会不会是在酝酿什么灾厄？这些念头在矿工兄弟们的脑海中不断出现，很多人都要把自己吓得发疯了。我好像能理解，光是听上去就觉得有些头皮发麻。是啊，可能源于未知的恐惧才是最深的恐惧吧。只有查明了真相，兄弟们才能安心干活。我们真的要接这个委托吗？那个矿工大哥，让我们再考虑一下。喂，你也照顾一下我的意见呀。原来你是这样考虑的。那好吧，或许真的藏着什么关于你血亲的线索呢。不去的话，你会一直很在意的吧。二位决定要接下这个委托了吗？我可不想我的开采许可证就这么白费了。嗯，就当是我们也想满足一下好奇心吧。那可真是帮了大忙了，我这就告诉你们那些丘丘人去往的大致位置。矿工大哥是要我们来这边调查的吗？看着这座城市，你会不会想起些什么？是什么来着？是这个，又诡异又是倒立的，还有一些震撼的感觉。这样说的话，难道岑岩剧院的下面真的会跟深渊教团有关吗？我们要想办法去调查一下。
我也没料到会在这里遇上你们。好久不见，大一。不对，你为什么会突然出现在层岩剧院？层岩剧院？这里是层岩剧院之下吗？连我也未曾涉足过的地方，原来是这样。那次的相见与分别都有些仓促，我能理解你的心情。而从眼前的这份巧合来看，命运确实欠你一个解答。应该不难猜才对，我之前又捕捉到一名深渊使徒的动向，并开始了追击。只可惜那家伙被我逼入绝路后又玩起了老把戏，我紧随其后穿过了传送门，果不其然，还是错误的地点。透过近期的一些经历，我只能推断深渊操控着的传送能力似乎不只是点对点，而是一个完整的网状结构。传送门的对面可能是传送网络中的任何一个节点，这由他们来决定。听起来和传送锚点也有些相似呢。总之，尽管那次我紧随着你的血亲进入了传送门，可当我认清四周的时候，却发现自己已经独自一人身处那条风魔龙的巢穴之中。哦，说起来，那颗第一台更迭机的眼睛怎么样了？我已经安顿好了，在搞清楚那所谓命运的织机计划的真面目之前，无需担忧它落入深渊之手。哼，你记住了这个名号吗？并非我有意隐瞒，这个名号曾沐浴着坎瑞亚的荣光，可如今更像一种讽刺，一种诅咒罢了。作为见证了自己国度覆灭的宫廷卫队队长，我想我有理由不愿再提起这个名号。看来你的妹妹说的都是真的。我们曾是旅伴，那是一段怀抱着苦痛不断搜寻命运的旅途，只不过我们未能共同抵达终点。在你继续没完没了的发问之前，我有必要提示你，假如我对传送网络的猜测是正确的，刚刚我又恰巧被传送至此，那就证明在深渊教团眼里，此处存在着设立传送节点的价值。你是说深渊教团准备在这里进行什么行动吗？这倒是跟我和旅行者的预感一样。那么此时此刻的我们很有可能正在被深渊窥伺着。别这么说，我好像有些毛骨悚然了。哼，明智，那边的岩壁附近似乎有火光，我们过去看看。一些丘丘人生活的痕迹，会是委托里涉及到的那些丘丘人吗？委托？说起来，你们还没告诉我，为何你们会出现在这里？一般的旅行者可没理由涉足层岩剧院之下。我们是接到冒险家协会的委托，来调查层岩剧院内丘丘人反常聚集的事件的。一路下来，终于在这里发现了线索。你们想要答案？哎，大英知道些什么吗？碰巧知道。你们无法察觉异样也情有可原，此地的怪异其实在于这里的环境正在削弱诅咒的效果。诅咒？我记得之前说过，大英作为坎瑞亚的国民，身中不死诅咒什么的。几百年来，
诅咒带来的苦痛依旧每天都在纠缠我，而来到此地，身体却感觉得到了片刻的喘息。此时此刻，我的身体也正在向我表达着强烈的意愿，那就是留下来。削弱诅咒，这里为什么会有这样神奇的效果呢？这也是我想要查明的。不过据我所知，深渊教团还尚未拥有实现类似效果的技术。你知道为何丘丘人都戴着面具吗？因为他们都在回避着自己如今的面貌，害怕着水中的倒影。毕竟那和他们记忆中的自己相比，太过丑陋，也太过绝望了。不死诅咒其实也并非真正永久的不死。难道还有逆转的机会吗？不，而是在魔损的作用下，灵魂与肉体依旧会被消磨殆尽，哪怕不是以死亡这一形式。当那些丘丘人意识到自我的终结将至，似乎会本能地找寻一个安静又黑暗的角落，与几百年来的苦痛道别。而能够削弱诅咒效果的此地，对他们来说一定是最好的灵柩吧。居然会是这样。闲聊到此为止，警戒。怎么了？敌袭。御风而行，唱点燃影心，往返自然，克黑蛇骑士曾隶属于坎瑞亚宫廷卫队。等等，宫廷卫队，他们曾经是你的下属吗？曾经是，可如今他们身上的强烈的诅咒气息，还有舍弃了所有荣耀的战斗方式。已经是深渊的爪牙了吗？先前进吧。啊，大一。漏了一个吗？等等，你们先退后，他似乎有所不同，消失了。怎么回事？那个黑蛇骑士难道是有话想说吗？怎么会？没有那个东西的话，如何能在五百年间保持自我意识？还有令人在意的，莫名熟悉的气息。
如此绝望的灾变之中，本不应该诞生这种奇迹才对。就当是巧合吧。我们继续前进，往那座城市的方向。ことだ。まるで不思議な力がこの都市を覆っているみたいだ。これ以上先に進めないぞ。こういう時は周りに何かしら装置があるはずだよな。旅人、オイラたちが遺跡探索で培ってきた腕を見せてやろうぜ。その必要はない。カーン・ルイヤの技術、アビスの気配、どれも俺にとっては身近なものだ。俺からすればこんなものはただの儚い泡に過ぎない。ああ、オイラ分かったぞ。やっぱりアビス教団の秘密がここに隠されてるんじゃないか。というかダインっていろいろと内情を知ってるよな。道理でアビス教団に目をつけられるわけだ。おそらく必然的なつながりはない。だが近づけば近づくほどこれらの遺跡がより古い文明に由来したものだとわかる。ただアビス教団に先を越されてしまったがな。より古い文明？おいらよくわかんないんだけど。ここの建築物の構造はかつてのカーン・ルイヤと少し似ている。ふん。はあ、逆さでなければより似ているだろう。行くぞ。そこに光がある。目の前の足場を踏み外さないよう注意しろ。拠点なのか？それとも何かを守ろうとしてる？アビス教団が隠そうとしている秘密がこの付近にあるのかもしれない。まずはこいつらを倒すぞ。風の行く先を。そこだ。花火見えひん？難攻不落。よっ。はっ。はっ。火の用心。でも襲いかかってこないな。
オイラたちを威嚇してるだけ？あ、この国邪騎士たち、後ろに何か隠してるみたいだぞ。動くな、この感じ。うわ、こっちに突進してきた。こうなったら戦うしかないな。岩山八九、花火見えひん？風を知れ、風の雲の湯、剣女盤石、やっと倒せた。国邪騎士たちが何を守ってたのか確認してみようぜ。あ、これってやはりな。あの国邪騎士たちはアビス教団の秘密とは関係がない。もっと早く気づくべきだった。あのヒルチャールたち、一体どうなってるんだ？これが俺のさっき言ったヒルチャールの結末だ。老化が進み、光を嫌悪するようになったヒルチャールはやがて暗闇に溶けていく。それでも呪いは奴らを蝕み続けるがな。でもなんで国邪騎士たちはヒルチャールを守ってたんだ？あ、国邪騎士がまた現れたぞ。あいつ最初に突然現れて姿を消したやつじゃないか？国邪騎士たちが引いた。まさかあの騎士が命令したのか？ハール・ブダン。おい、どういうことだよ。あの国邪騎士と知り合いなのか？そうか、これが真相ならば実に悲惨なものだ。ダイン？奴らがなぜここでヒルチャールを守っているのか、貴様はその答えを知りたがっている。そうだな、国邪騎士はただ義務を果たしているだけに過ぎない。今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命令していたのはかつての宮廷親衛隊の若き聖兵ハール・ブダンだろう。それって500年前の人なんだよな。カーンルイヤに災厄が訪れた日、俺は末光の剣として王宮に駆けつけた。だがその前にハール・ブダンという騎士にある命を下したのを俺はかすかに覚えている。全ての国邪騎士に通達しろ。いかなることが起きようともカーンルイヤの民を守り抜けと。確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。だがあの悪夢のような災厄を前にして、王族、名士、庶民、それら身分に意味などなかった。神々の力の前ではカーンルイヤ人という身分しか存在しなかったからな。理性を失った国邪騎士だが、その心の奥底ではおそらく今もカーンルイヤの民を守るために戦っているのだろう。この遺跡を災厄に見舞われたカーンルイヤだと思い込み、あのヒルチャールたちを助けを求める民だと信じて。俺が聞く限り奴らの叫び声は他者への威嚇ではない。じゃああれは何て言ってたんだよ。聞き取りづらいが俺にはわかる。あれは古代カーンルイヤ語だ。奴らはこう言っていた。逃げろとな。俺も認めざるを得ないな。500年経ってもなお消え去ることのなかったこの強い意志は、
絶望の底に生まれた奇跡と言えるだろう。オイラたち、こいつらのことを完全に誤解してたんだな。気に病む必要はない。一時とはいえ、俺でさえこいつらを敵とみなしていた。上に光が見える。引き続きそこへ向かって進むとしよう。国邪騎士たちももう邪魔をしてこないはずだ。あっぱれでござるな。一言も話さないけど大丈夫か？気にするな。ただ昔のことを考えていただけだ。まさかこの俺を慰めようとしているのか。そんなもの俺には不要だ。不安だなら心配してやんないぞ。風の流れる方へ。お、この部屋には邪魔な扉がないみたいだぞ。これでようやく真ん中の部屋に行けるな。早く行こうぜ。
風の流れる方へ。上を見ろ、池だ。池の水まで逆さになってるなんて本当に奇妙な光景だな。ラインはあの池について何か心当たりないのか。あの池は都市そのものと一体になっているようだ。古代文明の遺物だろう。そして俺の推測では、あれが呪いの力を弱めている。ここにいると先ほどよりも体が楽になっていくのを感じる。おそらくあの池の水には浄化作用があるのだろう。浄化？それってあの池の水を使えば呪いを完全に消し去ることができるってことか。いや、それは不可能だ。え、なんで断言できるんだよ。俺は理性を保ったままこの呪いと500年を共にしてきた。俺より呪いに詳しい者などいまい。この呪いは世界の因果に匹敵する烙印。そして神々の呪いは人間そのものよりも格が高いものだ。俺には感じる、今にもこの呪いが末端にまで浸透し俺の一部となり、しまいには自分と取って代わろうとしていることを。呪いによる侵食を一時的に抑えることは可能だ。しかし浄化となると体の一部を焼かれ灰になっていくのを想像するといい。それと同じ苦痛が体を襲うことだろう。無論浄化が終わるまで命が持つ保証などないがな。え？それって死ぬってことだよな。浄化できない呪いなんて、そんな。ここから感じられる池の浄化作用は従前なものではない。呪いを抑える程度に収まっている。そうなのか。あと、もう一つ気になるんだけど、あの下にある妙な装置はなんだ？正直俺もあのような構造の装置は見たことがない。アビス教団が設置したと考えるのが自然だろう。もしや奴らは何かの準備をしているのか。うわぁ、びっくりした。なんで急に扉が開いたんだ。あ、こいつってハールブダンって騎士だよな。俺に話があるのか、ハールブダン。行っちゃった。でも今回は急に消えたわけじゃない。ついてこいということだろう。さて、貴様たちはどうする。そうだな、よし、あとを追ってみよう。それ、あっ、ハール武団はここから飛び降りたみたいだな。オイラたちも下へ行ってみようぜ。それ。ハール武団はこの道を進んだ先で姿を消したみたいだな。この先に俺たちに見せたいものがあるのかもしれない。行くぞ。この辺りにもヒルチャールが暮らしてた痕跡があるな。せい、ふっ、いってるぜ。せい、さあ、そりゃ。
ヒルチャールの集落の入り口っぽいぞ。入ってみようぜ。ほな、質素なヒルチャールの集落だな。おい、ここにもかわいそうなヒルチャールがいるぞ。それにもう動いてないやつも。ハールブダンがオイラたちに見せたかったのはこれなのか。どちらにせよ調べる価値はある。ここ一帯を調査するとしよう。このヒルチャールたちもう息を引き取ったみたいだ。暗闇の中に溶けていこうとしてる。いつも大声を出して騒がしいヒルチャールたちがこんな風に老いていくなんて不思議な感じだな。ヒルチャールとの思い出にあまりいいものはないけどさ、それでもこいつらの最後の瞬間が安らかであったことを祈るよ。この箱ってヒルチャールたちが食べ物を保存するのに使うものだよな。中身は空っぽみたいだ。最後を迎えるヒルチャールは食事をする必要もないのか。オイラだったら少なくとも食べ物の味が恋しくなると思うけど。普通のヒルチャールと同じでここにもかがり火があるんだな。けどダインが言ってたはずだ、最後を迎えるヒルチャールは光を嫌うって。もしかしてこいつらも本当に最後の時は光と温かさを求めるのかな。あ、ただの想像だぞ。別の理由があるかもしれないし。こんな地中深くにどうして花が？亡くなったヒルチャールに手向けたのかな。言われてみれば確かにどこかで見たことあるような。これはカーンルイヤの国花、インテイワットだ。かつてカーンルイヤの至る所に咲いていた。この花の開花期間はもともと2週間しかない。だが誰かに手折られカーンルイヤの土から離れるとその花びらの成長は止まり固まる。故郷の土に帰って初めて花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。故にインテイワットは勇士、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また故郷の優しさという意味を持つ。あ、この花がここにあるってことはつまり。姫様、ついに同意していただけましたか。天理への対抗に傾倒するあまり復興という大事な使命を忘れかけていた。確かにこんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備はじきに完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい。理論上ですとおよそ。いや、やっぱりたとえ 1% でも望みがあるのなら私たちも同じ。すでに深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるよりあの者たちは一刻も早く循環へと戻った方がいい。これ以上いわれのない罪をあの者たちに背負わせはしない。そのご決断は冗談にとって実に強行。
何か見ていたようだな。何を見た？そうそう、ずっとぼーっとしてたぞ。なるほど、これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。今の話によれば、奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。おそらく先ほど見た装置のことだろう。それに彼女は復興と口にしたんだな。頑固なやつだ。やはりまだ諦めていなかったか。どうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ。彼らを元に戻し、そしてカーンルイヤ復興の礎とするのだろう。何しろ国民なくして国家とは呼べないからな。ふん、全く愚かな考えだ。そんな可能性 1% も存在しない。言ったはずだ。俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた。救いなど決して存在しない。誰よりも俺はそれを理解している。そして呪われたら最後、元には戻せない。仮に強引に呪いを払おうとすれば、痛み以外に得られるものは何もないだろう。だから理性をもってして俺は何度も言い聞かせてきた。あれはもう人間ではないと。それに執着し感情を傾けすぎてしまえば、やがて奴らのように偽善という名の泥沼に沈んでいく。そうなってしまう前にもっと救う価値のあるものに目を向けるべきだ。ふん。ああ、確かにそうだ。俺たちはただの雇用関係だが、向こうは貴様にとって大切な血縁者だ。何の問題もない。貴様が彼女の肩を持つのも当たり前のことだ。だが貴様がどちらを選ぼうと、俺の心が揺らぐことはない。アビスを阻止することこそ俺が歩む道だ。それに賛同できないのであれば、いっそここで。そうか。どうやら初めて会った時にした3つの質問は無駄ではなかったようだ。すでに貴様は自分なりの見方でこの世界を見ている。貴様が本心を明かした以上、俺も隠しておくつもりはない。俺は今回アビスを止めるという目的以上に、ただハール武団たちの意志を踏みにじるアビスの独善的な行為を許せない。アビスはいつ現れるかわからない。油断せずに進もう。ここからでもあの逆さの都市が見えるんだな。いや違う、気をつけろ。まだ異変は続いている。どうやらアビスが動き出したようだ。ダインスレイブ、何とも執念深いやつだ。しかも殿下の血縁者と再び手を組むとは。前回転移網の確認が遅れ、お前をここに送ってしまったのは失態だったか。逃げるばかりの臆病者だった貴様が俺の正面に立つとはな。何が貴様にそのような勇気を与えた？我々は殿下のご意志を貫き、邪魔者を排除しなければならない。そしてこたびこそ民を苦しめ続ける呪いを全て取り除く。
あいつらを苦しめているのは貴様たちの方だ。あのヒルチャールたちには呪い以外何も残っていない。もう引きはせぬ。さあ来い、ダインスレイブ。そのくだらない意志とやらのために命を懸けてまで時間を稼ぐ必要があるのか。死に急ぐのであれば望み通りにしてやろう。貴様たちの言う呪いの浄化、池の下にあったあの装置を使わせる。アビスが持つ技術を侮るな。あの装置は偽の浄化水を何百倍にも。そのような強引で短絡的な手段、やはり貴様たちを買いかぶりすぎていたようだ。岩山八九。風を知れ。雑談している暇はない。アビス教団の装置が作動した。今から破壊すればまだ間に合うはずだ。おう、早く行こう。盤石。風の赴くままに。はっ。ほれ、はっ。いや、はっ。風の行く先を。ほれ、はっ。やった。付き合い、甘い。
れが水の浄化作用を増幅させている装置だ。一瞬で消えてしまうものかと思ったが、ハール・ブダンの魂がこれほどまでに強靭だったとはな。邪魔者め、去れ。どこを見ている。俺を仕留める絶好の機会だ。そうだろう。タイムスリーブ。奴を倒して装置を止めるぞ。ガンザン八九。恩公威だけ。風を知れ。はっ。いいけどね。真実に耳を傾け。あっ、ガッキー。ふっ。おっと。関係を知る。やっ。やっ。ガッキー。ふって。やっ。恩公威だけ。装置が動作している限り、呪われた俺たちは本来の力を発揮できない。今この場でアビスに対抗できるのは貴様だけだ。あいつの献身を無駄にしないためにも、ここで時間を使うのは得策じゃない。転移の扉と周りの光は見たか。奴はおそらくエネルギー装置を他のところに分散しておいている。そこへ行き、装置を確認するんだ。急ぐぞ。あのアビスが設置した転移の扉を通るのか。おい、待てって。剣女万弱。風の行く先を。やっ。言ってるで。マイそれそこ、これ風に花火に火ママにあのヒルチャールたちすごく苦しそうだ。ってことはダイ
気にする必要はない。ハール武団たちは俺よりはるかに苦しんできた。行くぞ。剣女盤石、風の行く先を。花火に火ままに。これはいやはいや風を知れ。辺り暗くなった。真ん中の部屋に戻って確認しよう。風の流れる方へ。いざ。
これで装置は完全に止まったよな。はあ、焼けつくような痛みもなくなった。オイラたち、アビスの計画を阻止できたってことか？確認させてくれ。ダインのやつ、かなり落ち込んでるんじゃないか？昔の戦友とこんな形で再会するなんて。行こう。申し訳ございません、末光の剣ダインスレイブ様。あの時俺は民を守ることができませんでした。いや、この500年貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも貴様たちは俺の誇りだ。カーンルイヤは滅亡していないんですよ。だってこうしてあなた様が立っているんですから、うん、だから復興の必要もない。ここには奇妙な力がいくつも集まっている。魂を目にしてもおかしくはないだろう。だがこれ以上深いところを探索するつもりなら注意する必要がある。ああ、気をつけるよ。ところでダインは一緒に来ないのか？さっきの装置で少なからずダメージを受けた。体が癒えるまでしばらく時間がかかる。そうだったのかって、そんなのとっくに気づいてたぞ。ずっと痩せ我慢してたんだろ。ダインにも休みが必要だと思うぞ。例えば、休暇を取るとか。休暇？俺に似つかわしくない言葉だな。俺にはまだなさなければならないことがある。今この時も運命の食器の計画は進んでいるのだからな。ここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい。気遣い感謝する、雇用主。次に会う時、貴様が向こう側になっていないことを祈ろう。まったく、最後にあんなこと言うなんて根に持つにも程があるぞ。お前の妹さんには会えなかったけど、手がかりはいっぱい手に入ったな。旅を続けてればいつか会える日が来るさ。そしたらちゃんと仲直りするんだぞ。な、忘れるところだった。オイラたち、ヒルチャールの変わった行動を調べにここへ来たんだったよな。ひとまずコーフさんに報告はできるけど、どこから話せばいいんだ？ここの出来事って事情を知らない人からすると複雑すぎるし、とりあえず依頼のことは忘れないようにしとこう。手元に葉が…あるのなら、拙者、草笛で一曲。
うん。